医学部合格を激増させた名門女子中高の取り組み、医学部増やしたいって言ってる高校さん多いんですけど、当たり前ですが、そんなに簡単ではありません。なお、私みたいに偏差値45から頑張って、地方国公立大学とか、中堅私立大学入ろうなんて本を書いてる人間から見るとですね、医学部入るなんてのは遠い世界なんですが、目指している受験生もいるだろうということで、良い情報を得た場合は紹介していこうと思っております。大妻女子中高です。大妻女子大の高校なんですけど、東京のど真ん中、千代田区にございまして、国公立、今年37名、京大千葉お茶所、東京外大横国合格ということで、あと一息、東大出したいって感じですね。東大の推薦、ぜひ挑戦してほしい。早慶上里、ジーマーチへみんな行きたい。海外もマレーシア、アメリカ、イギリス、オーストラリアに受かっとるということで、いかにも今の首都圏、東京のですね、この最先端の高校の一つ、学力はかなり高い層に位置するという学校なんですが、とはいっても簡単に医学部受かりません。で、ここはいろいろ努力をしまして、今年は医学部5人、国公立、天下の千葉大。それから群馬、琉球、福島県立医科2人ということで、なんとか頑張って国公立医学部5人、で、私立ガンガン稼いで24人、いろいろですね、東北医科薬科、国際医療福祉に3人、北里、杏林、順天堂、昭和、東海、東京医科、東京女子医科、東邦、日大、聖マリ、関西医科大という感じで、医学部の序列から言うとトップ集団ではないですね。慶応とか慈恵に入ってるわけじゃないんですけど、ご存知の通り、もはや医学部って、どんな私立大学だろうが、地方だろうが、すべて超むずなんで、これら私立大学の医学部に合格するのも十二分にすごいことです。しかも、おそらくこれらの合格を見るとですね、やはり親は資産家だと思う。正直なところ。単に、ペーパー試験で医学部入れますだけじゃなくて、これら私立大学の6年の学費を払える親じゃないと、そもそも受験できないと思うんですね。ですから正直この大妻女子高校さんは、親がお金がある方多いだろうと。そうは言ったって、簡単に医学部入れませんから、もちろん生徒さんすごく努力なさったんだと思います。で、歯学部、歯医者さんですね。薬学、看護にもいっぱい受かってますよと。では、どうやったら医学部行けるかということで、医学部目指して頑張りましょうって先生や学校が煽ったところで、大半の生徒は正直言って、そりゃ無理だよ。医学部無理。全員が医学部行くような高校じゃありませんからね。なので、重要なことは、医学部に行くような気にさせることなんですね。そこで、こちら大妻高校では、医療系探究講座というものを、月に1回土曜日の午後にやっています。高校1、2年生の中で、医学部、歯学部、薬学部、看護に行きたいという生徒さんを先着40名集めます。これ、先着40名って面白いですね。要は、自分からやる気ありますって言って手を挙げた人を募集する。で、なんと、毎月医者が来て講演。さらには夏には大学が来て説明会、そして探究のワークショップ、小論文、面接対策講座などをやりまして、これらの受講料はただ、ただし、教材費は取ります。こういう講座を行うことによってですね、医学部なんてどうせ無理って諦めてる生徒さんいっぱいいるんですが、その気にさせる、そして医学部志望の人、多いと思うんですけど、実際に医者の話を聞く生徒ってどれぐらいいるんでしょうか。こうやって高校に医者が来てくれて講演してくれるというのは素晴らしいことだと思います。もちろん女子校ですから女医さんも来ています。その女性のキャリアという点でも、実際にお医者さんになった女性の方、お話を聞けるワークショップができる。それは素晴らしいことかなと思いました。この他に大妻高校では、東大、東工大、早慶医学部という4つの難関大学に当然たくさん進学してほしいと考えてますので、これら4つのターゲット、難関大学進学プロジェクトを行っています。幸い東京にございますから、東大の先生が来て講演をする。東大の研究室を訪問する。東大、東工大、早慶医学部の入試対策講座。医学部はちょっと別なんで受験の説明。そして、東工大や早慶の大学紹介をやる。こういった感じで、医学部とか東大とか早慶というのは、どうせ無理ではない。情報をちゃんと持つ。そして、関係者の話を聞く。そうすることによって、私も医学部入れるんじゃないの？東大行けるんじゃないの？という気持ちにさせることがすごく重要なんだなというふうに思いました。全国の学校回っていて、東大出したい、医学部出したいって言ってる高校さん多いんですけど、
言ってるだけでは夢は叶いません。必ず東大やお医者さんに接点を持つこと、実際に生徒が会ったり行ったり探求やったりして、その気にさせることがすごく大事だなと思いました。